こんにちは。第97回成人病公開講座、今日のテーマは皮膚がんと皮膚病変ということです。最初のご挨拶は大阪国際がんセンター総長松浦成明先生にお願いいたします。はい、ただいまご紹介いただきました大阪国際がんセンター総長松浦です。第97回成人病公開講座に視聴いただきまして皆様方ありがとうございます。本日は皮膚がんと皮膚病変ということで皮膚についてお話をさせていただきます。皮膚というのはどの方もパッと見て一番体で目につくところですが、皮膚は体の病気の症状を示すということで最初の話があって、それから結構皮膚というのは毎日こう入れ替わっててターンオーバーが早いもんですから、いろんながんの薬をやった時に副作用として出ます。で皮膚の悩みを持っておられる方は実は多いですので、その話を2つ目にさせていただいて、それから皮膚にもがんがあります。皮膚のがんは結構難しいがんもあったんですが、最近薬の進歩が非常に進みまして随分治療成績も上がりました。実は私たちこの国際がんセンター、前は大阪府立成人病センターと言っておりましたが、その時代には皮膚科というのはございませんでした。皮膚のがんというのは必ずしもかつては多くなかったこともありますし、それから割と見つかりやすいということもあって他の病院でということでやってきたんですが、ただ先ほど申しました、皮膚の症状がんの時皮膚に症状が出る、あるいは抗がん剤の副作用として皮膚がいろいろ傷んだりする、それから皮膚のがんも増えてきた、こういうことでこの移転の時に合わせて皮膚科を作りました。皆さん本当にがんの患者さんを見ながら1番目は2番目の話は他のがんの方に対して皮膚に症状が出るということですから、大忙しなんですけども、やはり皮膚の悩みというのは患者さんには目に見えるところで大きなものですから非常に喜んでいただいております。今日ぜひ皮膚のすべて、がんに関する皮膚のすべてが分かりますので、皆さん方視聴していただいて、また勉強いただいて、いろいろ生活に役立てていただけたらと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。それではただいまより第97回成人病公開講座を開催いたします。司会の方は大阪国際がんセンター副院長大上正幸先生、よろしくお願いいたします。はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、テーマは皮膚がんと皮膚病変ということでですね、皆さん大変興味があるんじゃないかと思います。と言いますのも、皮膚がんというのは、体の皮膚にできるわけで、おそらく、背中とお尻とか見えませんけども、少なくとも自分の目で6、7割は見えるんじゃないかと思います。人の手を借りればほぼ 100% 見えるということなんですけど、なかなか見えるはずなんですけども、結局認識がなかなかできなくて、治療成績も見える割にはあまり良くないというふうに個人的には思ってます。で今日はですね、たくさん経験のある先生方に皮膚がんについてですね語っていただきますので、ぜひ勉強していただいて、日頃よく見える皮膚病変をですね、疑いがあればすぐ専門家に相談するようないうふうにですね役立てていただければ大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。それでは第一席はですね、内臓悪性腫瘍の皮膚状態ということで大阪医療センター皮膚科課長の小澤先生、よろしくお願いいたします。はい、大阪医療センターの小澤でございます。私の方からは、内臓悪性腫瘍の皮膚状態というテーマでお話をいたします。皮膚は内臓の鏡っていう言葉をお聞きになった方お聞きになったことがあると思います。皮膚というのは体表に存在する臓器で、軽微な病的変化も認識されやすいという臓器です。
したがって皮膚には多くの内臓臓器の機能異常の影響が現れまして、臓器障害の最初の兆候になることがあります。我々皮膚科の世界ではデルマトロームという言葉があります。でこれは内臓病変の存在を示す皮膚の症状の言葉、意味する言葉でですね、いろんな臓器の障害による症状が皮膚に現れると。で中にはやっぱり内臓悪性腫瘍による皮膚の症状というのがあります。でこういう言葉が存在するというのは、この皮膚の症状に隠れた内臓臓器の異常を見逃さないようにしましょうという意味が込められていると思います。じゃあ内臓悪性腫瘍に伴う皮膚の変化というのは、まずがんの種類に関係ない皮膚の変化というのがあります。例えばがんが進行すると体重が減ってしまいます。すると肌の張りが失われたり、皮膚が乾燥したり、免疫力が低下にしてしまって、この皮膚の感染症を起こしやすくなるというようなことが起こってきます。また特定のがんと関連する皮膚の変化というのもあります。これらは頻度は低いんですが、発症初期から出現することがあって、内臓悪性腫瘍の発見につながる場合があります。で内臓悪性腫瘍の皮膚症状を、機序の面から分類すると3つに分けられることができます。まず1つ目は内臓悪性腫瘍の直接浸潤や皮膚の転移による変化です。これは腫瘍細胞が皮膚に到達して引き起こされる変化です。で2番目はこの内臓悪性腫瘍を生じやすい遺伝性皮膚疾患です。で特定の遺伝子異常によって内臓病変と皮膚病変が発生してきます。で3つ目は腫瘍随伴性皮膚症状。これは内臓悪性腫瘍の影響で皮膚病変が発生することで、先ほどお話ししましたデルマドロームにほぼ近い意味だと思います。では最初の一つ目ですね、内臓悪性腫瘍の直接浸潤や皮膚転移の症状を説明します。浸潤転移というのは、これは医学用語で、一般の人にはちょっととっつきにくいところがあるかもしれませんが、浸潤というのはがん細胞が発生部位で増殖して周辺の組織や臓器に広がることです。で転移というのはがん細胞がリンパ管や血管を通じて多臓器に移動して定着し、でさらにその場所で増殖して腫瘍を形成することを言います。内臓悪性腫瘍の皮膚への浸潤の例を示します。これは肛門の周りが赤くなってしまって、ここに結節ができてますけれども、これは直腸がんがこの肛門管を通じて皮膚に直接浸潤して起こされた病変です。こちらはこの乳頭から乳輪にかけて赤くなってますが、これは乳がんが直接浸潤して出てきた病変です。皮膚の転移というのはどういう症状になるかというと、紅色です、赤い結節が多発ないしは単発していきます。この3つの写真はこれ全て同じ方ですけれども、おでこ、それからお腹、胸にこう赤い結節ができてきてます。でこれで皮膚科を受診されたんですが、調べてみると肺がんの皮膚転移であるということが分かりました。このように、男性では肺がんや大腸がんで、女性では乳がん大腸がんの転移が多いというふうに言われています。それ以外にも卵巣がん、胃がん、腎がんも皮膚転移を起こしやすいと言われています。これはおへそのしこりなんですけども、検査してみると卵巣がんの転移でした。へそっていうのは、転移を起こしやすい、転移が起こりやすい場所でして、このことに最初に気がついたのはアメリカ人の看護師さんでした。でその看護師さんの名前を取ってシスターマリー・ジョセフ結節というふうに呼ばれます。主に消化器官がへそに転移して結節を形成する状態で、胃がん、大腸がん、膵がん、卵巣がんなどでも見られます。この方は確か卵巣がんだったと思います。
固形腫瘍だけではなくて結核系の悪性腫瘍も高皮膚に浸潤してきます。この3枚の写真はいずれも異なる方ですけれども、こうおでこに小さなポツポツとしたしこりが、この胸のあたりに少し大きめのしこりが出てくる。この方はあのしこりではなくて赤い斑ですね、黄斑がこう多発して、いずれも成人 T 細胞白血病リンパ腫の方の皮膚の病変です。この病気はよく皮膚に病変を起こしますけれども、結構さまざまな形状の皮疹を形成するので、我々にとってもなかなか診断が難しい場合があります。でその他悪性リンパ腫であるとか、それから多発性骨髄腫などでもまれに皮膚にこういう大小の結節や黄斑が多発してくることがあります。次に内臓悪性腫瘍を生じやすい遺伝性皮膚疾患について説明します。これは あまり頻度も多くなくて、今日はあまり時間もないので一つだけお示ししますが、遺伝子の異常によって内臓や皮膚に腫瘍が発生するけれども、非常に稀で我々も滅多に経験することはありません。このミアトール症候群という病気があります。この遺伝 DNA の複製の際にこのエラーが出ますね。その複製間違うことがあるんですけど、その間違いを修復するような機能が我々の体にはありますけれども、その修復に関わる遺伝子が異常を起こしてしまって、こう遺伝子異常が蓄積して発がんにつながるということが分かっている疾患です。で皮膚にはですね、こう視線形腫瘍とかケラトアカントーマが多発するというふうに言われています。これは実際の写真ですが、これ太ももにできた視線がん、それから同じ人のこう腕の付け根ですね、脇の近くにできた視線腺腫です。で内臓ではですね、若い時期から悪性腫瘍が多発します。特に大腸がんが最も多いというふうに言われてまして、その他に子宮内膜がん、尿路がん、胃がん、喉頭がんなども発症すると言われています。でちなみにこの方はやっぱり大腸がんが見つかって手術を受けられて現在もお元気にされています。では3つ目の腫瘍髄反性皮膚症状について説明します。これは最初にもお話したように内臓悪性腫瘍に伴う皮膚の病変です。で罹患臓器がある程度絞られる症状というのがあります。したがって内臓悪性腫瘍を疑う契機になる場合があります。腫瘍性髄反性皮膚症状というのをざっとまとめてみましたけれども、こういろんな単一の症状ではなくて、いろんな症状ですね、いろんな種類の病皮膚疾患として現れてきます。すべてを説明するのは難しいんですけども、いくつかご紹介します。角化の異常をきた疾患でですね、後天性魚鱗癬という病気があります。これは成人以降に皮膚が乾燥して歯のような角質が多数付着して、この魚の鱗のように見えてきます。悪性リンパ腫の進行期に見られることが多いとされています。とこれも写真はないんですけれども、黒色上皮腫といいまして、こう脇の下とか頸部、鼠径部などに対称性に皮膚の飛行と色素沈着が出てきまして、こう触るとザラザラとします。胃がんなどの腺がんに伴うことが多いとされています。で悪性腫瘍に限ったわけではなくて、その肥満であるとか高インスリン血症に伴って同じような状態になる場合もあります。次はですね、黄斑症といって、皮膚が赤くなる病気なんですけど、ちょっと難しい名前でです、歩行性不快状黄斑という病気があります。これは体や四肢にですね、この感情の輪っかのような黄斑が多発するんですけれども、こう多発してですね、くっついて網目状になったり、それから輪っかの中に輪っかができるような木の目状になったりするような黄斑で、非常に痒みが強いという特徴があります。この疾患では 80% 以上に内臓悪性腫瘍が発見されると言われています。
と皮膚筋炎という膠原病があります。主に皮膚や筋肉が、に炎症を起こす膠原病で、この顔面ですとか手背ですね、それから膝とか、これは背中ですけれども、こういうところに黄斑が出てきて、皮膚の症状以外には微熱、倦怠感、筋肉痛、筋力低下を伴ってきます。以前からこの悪性腫瘍の合併率が約 30% というふうには言われてましたけれども、近年診断が進歩しまして、この抗 TIF1 ガンマ抗体っていう自己抗体の一種ですが、この抗体が陽性な場合では70% から 80% の人に内臓悪性腫瘍が合併するということが分かってきました。でこの方とこの方は別の方なんですが、お二人とも肺がんが発見されました。血行障害も起こす場合があります。この腫瘍随伴性の手指炎といいますけれども、腺がんとか扁平上皮がんに伴うことが多いと言われてまして、この皮膚の指の末端ですね、ところの末梢の血管がこの腫瘍細胞であるで詰まってしまうとか、あるいは血液の粘稠度が高くなってしまって血行が悪くなってエソに落ちるというふうに考えられています。それと紫斑ですね、これは紫斑というのは皮下出血の皮膚の皮下の出血のことですけれども、紫斑自体はそんなに珍しい状態ではなくて、血小板の減少であるとか血液凝固障害、あるいは抗ガンマグロビン結晶や血管炎などによって起こってきます。ただまれにはですね、この白血病やリンパ腫、多発性骨髄腫などでこういう状態になった時に紫斑になることがあります。これは下体の紫斑ですけれども、急性リンパ球性白血病の患者さんで見られた症状です。水疱症が悪性腫瘍に伴って出てくることもあります。こういう状態を腫瘍随伴性転疱瘡というふうに言います。転疱瘡というのはこの皮膚に黄斑とか破れやすい水疱が多発していて、あと粘膜にも症状を起こしてくることがあるんですが、この腫瘍随伴性転疱瘡の場合はこの粘膜症状が非常に重篤になる、結膜炎であるとか口唇、口腔、咽頭も広範囲な糜爛を起こしまして、なかなかそのご飯も食べれないとか、痛くて水分も飲めないというような状態になってしまうことがあります。多くは悪性リンパ腫、リンパ球性白血病、狭窄腫などに併発すると言われています。あとは感染症も起こすことがあります。回線という病気があります。ヒゼンダニが角層に感染して非常に激しい痒みを伴う疾患です。ところが免疫不全になりますと、このヒゼンダニが異常に増えまして、全身で化学化をきたして真っ白にザラザラという皮膚になっていきます。で非常に強い感染力を示します。健康な人は回線になってもここまでなることはめったにないんですが、やっぱり、免疫力が低下するとこういう状態になることがあります。血液の悪性腫瘍患者での報告が多いとされています。この写真の患者さんも白血病の治療中に発症されました。それからこれは白癬ですね、いわゆる水虫ですけれども、水虫が体にできることを体部白癬と言います。免疫力が低下すると非常に広範囲に広がってしまう場合があります。この患者さんも泌尿器のがんで抗がん剤の治療中にここまで広がってしまったという経過でした。と高飛翔という病気があります。これは全身が真っ赤になってですね、ポロポロと角層が落ちていく病気です。原因は多彩な原因があって、ほとんどは皮膚疾患の悪化によるものなんですが、
約 10% に内臓悪性腫瘍が合併するとされています。で、皮膚のリンパ腫、悪性リンパ腫、白血病が多いと言われてますが、肺がんや肝がん、前立腺がんなどでも見られます。これが最後のスライドですけれども、 S 性脳腫瘍という病気があって、この下肢に後発する病気です。小さな水泡あるいは脳胞ですね、海を持った水泡が急速に海洋化して拡大して、発熱を伴うという疾患です。で、いくつかの病気があるんですが、この水泡型というのがあって、この辺縁に水泡を伴う病気ですね。この病気は白血病などの血液疾患に伴うことが多いというふうに言われています。で、この方もこの症状で皮膚科を受診されて急性骨髄性白血病が見つかった患者さんです。以上、簡単ではありますけれども、内臓悪性腫瘍の皮膚の症状についてご説明しました。ご清聴ありがとうございました。はい、小川先生、宇沢先生、どうもありがとうございました。はい、はい、それでは次はですね、抗がん剤による皮膚障害ということで、大阪国際がんセンター腫瘍皮膚科副部長の大江先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。私の方からは抗がん剤による皮膚障害ということでお話しさせていただきます。本日のテーマは皮膚がんと皮膚病変ということですが、ここでは皮膚がん以外の例えば肺がんですとか大腸がんなどで使われる薬剤に関連した皮膚障害についてもお話をいたします。はい、これは抗がん剤治療による副作用の苦痛というのがどういったことがあるかというのをですね、国立がん研究センター中央病院が以前に調べられたものをご提示しております。まあ、いろいろ抗がん剤の副作用というと、まあ、イメージとしては吐き気ですとか口内炎とかしびれとかそういったことがあるかもしれませんが、実は患者さんにアンケートを取ると、例えば女性の方の1位は脱毛とかですね、はい、まあ、スライド少し、まあ、色薄いですが、まあ、こうオレンジになっているようなところがあるんですが、そのあたりはもう皮膚に関連したような苦痛が抗がん剤の治療によって伴ってくるということですので、まあ、このような皮膚症状をですね、適切にマネジメントすることが抗がん剤の苦痛を減らして抗がん治療の継続につながっていくと考えております。では代表的な抗がん剤による皮膚症状について見ていきたいと思います。まあ、抗がん剤と一口で言いますが、まあ、いわゆる従来の抗がん剤、まあ、イメージとしては毛が抜けるような抗がん剤ですね、そういったものを細胞障害性抗がん剤というふうに呼んだりします。まあ、このような系統のお薬は分裂が早い細胞にダメージを与えるという特徴があって、まあ、皮膚の中で分裂が早い細胞といいますと毛を作る細胞ということになりますので、まあ、脱毛が起こったり、あとは口の中の粘膜とかがですね、分裂が早いのでそのあたりがダメージを受けると口内炎を起こす、まあ、そういったことが起こってきます。他にちょっと聞き慣れないかもしれませんが、手足症候群といった症状を起こすことがありますが、これは後でも述べますが、手のひらや足の裏に発疹が出るという症状で、これはまあこの、細胞障害性抗がん剤というお薬以外の分子標的薬といったお薬でもこのような症状が出ることがあります。その分子標的薬というお薬の系統ですけれども、これはがん細胞のところに起こっている分子の異常をまあターゲットとして効くお薬ですので、まあ言うなればがん細胞を狙い撃ちするような治療となってきます。まあ、今日お伝えするのは EGFR 阻害薬というお薬のことをまた後で述べますが、そういったお薬で特徴的な発疹としてニキビのような挫創様皮疹というのですとか、まあ、皮膚が乾燥したり爪の周りに炎症を起こしたりといったことが起こってくることがあります。そして近年盛んに使われるようになりました免疫チェックポイント阻害薬というお薬があります。免疫療法と呼びますけれども、がん細胞を攻撃する力を高めるといった系統のお薬になります。このお薬では特徴的な発疹、何かこれが出ればということはないんですけれども、時に重症の皮膚症状を引き起こすことがありますので注意が必要です。それではまず脱毛ですけれども、まあ、抗がん剤といえば脱毛というイメージがあるかもしれませんが、まあ、抗がん剤の種類によっても脱毛を起こしやすかったり、あるいは脱毛が強く起こってしまう、まあ、種類によっては脱毛を起こすんだけれども、それほど強い症状でないとか、いろいろ抗がん剤の種類によっても脱毛の頻度や程度は変わってきますので、そのあたりを念頭に置いていただければと思います。
まあ、全体を通して言えば、まあ、そのような抗がん剤投与された6割から8割ぐらいの患者さんに生じるのではないかと言われています。脱毛の経過ですけれども、抗がん剤ってすぐに全部毛が抜けるわけではありません。抗がん剤を始めて大体まあ2週間から3週間ぐらいですね、それぐらいしてから脱毛が始まってきます。でその後抗がん剤の種類にもよりますが、まあ、何週間かおきとかに抗がん剤を投与されている間は残念ながら脱毛が続いてしまうことがあります。抗がん剤の投与が終了して約 1,2 ヶ月すると、まあ、本人さんでも毛が生えてきたなというのが分かるようになってきます。そこから半年とか1年かけて、まあ、ベリーショートと言われるような短い毛の状態になりまして、その後、まあ、元の長さにだんだんと戻っていくということになりますが、一旦毛が抜けた後にですね、また生えてくるとき、最初に、まあ、いわゆるくせ毛ですとか、髪質の変化っていうのが起こることがあります。一番最初、くせ毛が生えてきたって人が約半数以上、髪質の変化も約7割ぐらいの人が、もともとの髪の毛とはちょっと質が違ったという毛が生えてくるということをおっしゃっておりますが、元の髪質に戻るまで、大体まあ半年から1年ぐらいで半分から6割ぐらいの方は元の髪質に戻るとおっしゃっております。そして次に手足症候群という、皮膚症状になりますが、細胞障害性抗がん剤や分子標的薬といったお薬で生じうるとされています。症状は多彩で、まあ、軽い状態ですとこのような、皮膚の乾燥ですとか、ひび割れ、色がつくといったことが起こってきますけれども、まあ、症状がひどくなると皮膚がめくれてしまう、そして時に強い痛みを伴うということが起こってきます。さらに手足にですね、このような水ぶくれや強い痛みということを起こすことがあります。このような状況になってしまうと日常生活にも影響してしまいます。いろいろなお薬で手足症候群を起こすことがありますけれども、これは報告されている発症頻度としまして、例えばカペシタビンゼローダというお薬ですと、軽症から重症まで全部含めると5割から約4分の3ぐらいですね、 75% ぐらいの方、重症の方が 1,2 割ぐらいと言われています。他の分子標的薬というお薬、ソラフェニブ、商品名ネクサバールという薬ですと、55% ぐらいの人に起こって1割ぐらいの人で重症化する。ただ少し調べてみますと、海外のデータよりも少し日本人の方がパーセンテージが大きいということがありますので、もしかしたら日本人はここら辺手足症候群には注意が必要かもしれません。じゃあお薬を始めてどれぐらいの時期で手足症候群が起こってくるのか、だいたい投与して4週8週3週6週、大体 1,2 ヶ月ぐらいで起こることが多いとされておりますので、抗がん剤を始められてその時期は注意して手足の皮膚を見ていただければと思います。そして次に EGFR 阻害薬という分子標的薬に関連した皮膚症状についてお話しします。お薬の種類としてはスライドに示すようないろいろなお薬があります。このような EGFR 阻害薬といったお薬を使った時の皮膚症状の時間経過、代表的なものが示されています。一般的にはだいたい1から4週1ヶ月以内に挫創様皮疹、ニキビのような発疹が出てきて、1ヶ月前後で皮膚の乾燥が起こり、2ヶ月前後ぐらいして爪の周りに炎症が起こってくると言われています。このような症状、皮膚科の方や主治医の先生で対応していくんですが、対応しながらでもこう出たり引いたりというのを繰り返してしまいます。ではその中の挫創様皮疹、ニキビのような皮疹というものですが、報告にもよりますが EGFR 阻害薬による治療を受けた方の3割から多くの方に生じるという報告があります。このような顔ですとか首のところですね、このようなニキビのような赤い発疹ですとか、真ん中に小さな膿を持ったような症状が出現します。起こりやすいのは頭、顔、胸とか背中の上の方、そのあたりに起こりやすいとされています。あと皮膚の乾燥も、特に冬はですね、皆さん皮膚が乾燥しやすいと思うんですが、特に EGFR 阻害薬という薬を使っている方は皮膚が乾燥しやすいです。全身の皮膚が乾燥して進行するとひび割れ、かゆみや痛みを起こすということがあります。そして爪の周りの炎症です。
EGFR 阻害薬による治療を受けた方の、2割前後から、大半の方に生じるという報告がありますが、このようにですね、爪の周りに赤い、発疹を起こしたりですね、ひどくなると爪の周りにこう肉が盛り上がったような、ちょっと見ていても痛々しいんですけれども、実際本人さんも痛くてですね、ちょっと歩くのが辛い、手仕事をするのが辛いといったような状況になってしまいます。そして近年よく使われる免疫チェックポイント阻害薬というお薬でも発疹が生じます。約3割弱の方に生じると言われていますけれども、これは特別この症状が出たら免疫チェックポイント阻害薬による発疹でしょうということはなかなか言えずですね、いろんな皮膚の症状が出てきて、さまざまな症状を自覚されると思います。治療開始から平均1ヶ月前後ぐらいで発症するとされていますが、このお薬で特徴的なのは遅れて結構遅くにですね発症することがあります。治療を始めてから1年以上経ってから出現してきたり、中にはですねもう治療が終わってから発疹が出てしまうということもありますので注意が必要です。そしてこれは最重症、最も重症なお薬による皮疹ですが、これは今回の抗がん剤による発疹に特徴的というわけではなくてですね、あらゆる薬、例えば胃薬ですとか血圧の薬とか、どのようなお薬でも起こりうる、注意すべき発疹で、皮膚、粘膜、目、症候群、スティーブンス・ジョンソン症候群ですとか、中毒性表皮壊死症、TENという言葉で呼ばれることもありますが、熱とともに全身に赤い発疹が出て、さらに目の充血ですとか唇や陰部のただれ、排尿時の痛み、喉の痛みなどが出て急速に進行する、キーワード的に言いますと熱が出て皮膚が真っ赤になって目や口や陰部がただれてくる、そういった最重症の薬疹、お薬の発疹というのがあります。もちろんこの状況になればですね、皆さんもかなり重症だなということは誰が見ても分かると思いますが、このような症状になる1段階前の形はですね、こういった少し真ん中が赤くてですね、周りに同心円状に少し輪っかを描いたようなターゲットリージョンと呼びますけれども、この的みたいなですね、こういった赤みが出てきた時には注意が必要ですので、主治医の先生や皮膚科専門医に早めにお伝えいただければと思います。ではここからはこのような皮膚症状に対する対応についてお話したいと思います。まずベースとして大事なのは皮膚症状の説明や指導をしっかり主治医の先生からですね、あるいは薬剤師さん、看護師さんから受けていただければと思います。私がどの抗がん剤を使っているのか、この抗がん剤ではどういった皮膚の症状が出るかもしれない、そういったことをあらかじめ聞いていただいて、それでですね、スキンケアということをやっていただければと思います。なぜスキンケアが大切かというと、スキンケアをしているとですね、万が一抗がん剤で皮膚症状が出たとしても出にくくもなりますし、出たとしても症状が軽くなるということが言われていますので、スキンケアが大切となってきます。それをしていても抗がん剤初めてですね、皮膚症状が出てしまった時には炎症を抑えるための治療、ステロイドの塗り薬ですとか炎症を抑える内服薬などが必要になってきたりもしますが、それでも収まらない時は残念ながら抗がん剤を量を減らしたり一旦お休みしたり中止ということを、そういう手立てを取らないといけない場合もあります。ではスキンケア、3本柱ですね、清潔、保湿、保護、この3つを覚えていただければと思います。じゃあこのスキンケアいつから始めるの、皮膚に症状が、抗がん剤始めてですね、皮膚に症状が出てから始めたらいいかなというわけではなくてですね、できたらスキンケア、抗がん剤を始めた時、できたらさらにですね、始める前から行っていただければと思っています。まず清潔に関して、例えば洗顔ですけれども、まず手を洗っていただいて、肌を塗る前で濡らして、でその後石鹸で洗っていくわけですけれども、石鹸ですね、弱酸性がいいという話もいろいろあるかもしれませんが、別に弱酸性にこだわらなくてもいいかと思っています。手のひらやこういう泡立てネットみたいのですね、あるいはタオルみたいのを使って石鹸を泡立てていただいて、できるだけ泡が細かい方がいいかなと思いますが、その泡の
こう手で挟んだ時にクッションになるような感じですね、細かい泡ができるといいかなと思いますが、その泡を皮膚に乗っけるような形で洗っていただければと思いますが、この時に大切なのはこういった時に顔をこすらないということですね。まあ、この泡を乗っけるぐらいのイメージでですね、この後は肌をゴシゴシこすってしまうと、そのこすること自体が肌へのダメージとなってしまいますので、癖をこすらないということが大切です。その後十分に洗い流してタオルで、この時もですね、タオルをゴシゴシ拭くんではなくて軽く押し当てるような形で拭いていただければと思いますが、その後に保湿を行ってください。そういった洗う時にですね、避けた方がいいかなという、こういったナイロンタオルですとかたわしとかブラシとか軽石とか、ちょっとこういう硬いもので肌をこするというのは避けていただく方がいいかなと思いますし、まあ、洗顔料の中にでもですね、スクラブ入りと、まあ、少しザラザラしたような粒々が入っている洗顔料、洗浄料がありますが、そういったものは特に抗がん治療をしている時には肌のダメージが強くなってしまうことがあるので注意が必要です。そのような洗顔やシャワー、入浴のすぐ後に保湿を行っていただければと思いますが、特に最近はやはりコロナ禍でですね、手洗いの回数も増えているかと思いますので、そういった後にもこまめに使っていただければと思います。寝る時には保湿剤塗った後にさらに靴下とか手袋を履いてもいいかなと思います。まあ、加湿器を使われる場合もあるかと思いますが、加湿器は清潔に使っていただければと思いますし、まあ、このあたり保湿ということは特に女性の方はまあ乳液とか化粧水とか普段からされていると思いますが、男性も保湿を習慣にしていければいいなと思っております。保護ということで関して言うと、まず紫外線を避けるということが、まあ、これは皮膚がんの予防という意味でも重要になってきます。まあ、日傘、帽子、スカーフ、手袋、そして日焼け止め、サンスクリーン剤と言われるものですが、この中でも SPF という紫外線防御の指数がありますけれども、まあ、50以上もありますが、日常生活ではまあ15から30ぐらいのそれほど高い値でなくても、まあ、こまめに塗り直すという形であれば日常生活は問題ないと思います。男性のヒゲ剃りは T 字カミソリ、電気シェーバーの方が、まあ、1枚外刃というのがありますので肌には優しいかなと思いますが、まあ、電気シェーバーの中でもさらに洗浄機能付きのもので清潔に保っていただくといいかなと考えています。あまり動かさずに、これもですね、こすらないというところにつながってきますが、動かさずに押し当てるような感じで使っていただけたらと思います。手足症候群の話もありましたが、足のケアも大切です。サイズの合ったあまり硬くない材質の靴を履いていただければと思いますが、まあ、靴の中にさらに中敷きとかも工夫していただくのも良いかと思います。締め付けのきつい靴下ですとか革靴、ハイヒール、あと健康サンダルといったですね、こう靴底のところにブツブツがあるようなサンダル、まあ、健康と名前はついていますけれども、皮膚のダメージは結構大きくなってしまいますので、こういったものは避ける方がいいかなと思っております。最後に爪のケアですけれども、やはり爪が角に当たっていたりとかですね、そういったことが抗がん剤の皮膚症状として起こってくる方がいますので、それを痛いから爪をかなり短くしましたという方がおられます。ただ短くすると今度また生えてくるときにちょっと角が当たってしまうということもありますので、まあ、イメージとしては皮膚よりも爪の方が長いようなところでですね、切っていただいて、爪切りでイメージとしては横方向に一直線のイメージで切って、最後に角を少しヤスリなどで丸くするといった形で、スクエアカットといいますが、こういった形で切っていただけるといいかなと思います。まあ、深爪ですとか爪の角を切りすぎると次がちょっと痛くなる、その時はいいんですけれども、その後が痛くなるということが起こってしまうかもしれません。本日のスキンケアのまとめとしてはですね、スキンケア、清潔、保湿、保護というところをしっかりやっていただければと思います。スキンケアの中においてですね、こすらないということも大切となってきます。皮膚症状、まあ、皮膚症状以外のその他の副作用もそうですが、それを上手にコントロールしながら、がんに対する治療をですね、より長く続けられるようにしていただければと思っておりますので、我々皮膚科医も主治医の先生や看護師さん、薬剤師さんと協力してですね、皮膚症状の予防や治療に関わってまいりますので、何か分からないこと等ありましたら、主治医の先生を通して皮膚科専門医の方にご相談いただければと思っております。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっと大江先生確認ですけども、小沢先生が
腫瘍随伴性皮膚症状というのをおっしゃってましたけれども、まあ、あの内臓のがんとかに伴うものとかあるんですけど、まあ、それ以外も化学療法に伴うものもこれに入るわけですよね。そうですね、はい、先生ならその中の化学療法のところをピックアップしていただいたということですね、はい、あとはまあ今ご覧になっている視聴者の方はですね、やっぱりあの抗がん剤に非常にまあがんの患者さんが多いというのと抗がん剤もやられた方も多いと思うんですけど、このスキンケアというのがやっぱり、まあ、女性だけでなくて男性も必要ということで、まあ、かなり関心が高いところと思うんですけど、まあ、化学療法と抗がん剤と関係なく普段からこういうことをやっておく方がいいという先生のおすすめですよね。そうですね、はい、まあ、あのがんのあるなし、あるいは抗がん剤するしないにかかわらず、まあ、男性も女性もですね、普段からスキンケアをやっていただければなと思っております。はい、ありがとうございました。それでは最後になりますけども、皮膚の悪性腫瘍ということで、大阪国際がんセンター腫瘍皮膚科主任部長の伊勢先生、よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思いますけど、まあ、皮膚の悪性腫瘍に関して、まあ、皮膚の悪性腫瘍すごく種類が多いので全部を詳しく話すのはちょっとこの時間では到底無理なので、まあ、さらっとあの主なポイントを言っていきたいと思います。で、皮膚の構造なんですけども、表皮というのがあって、その下に真皮というのがあります。で、そこに付属器、毛だとかいろんなものがくっついてきます。で、こういった成分のそれぞれから悪性腫瘍が発生してくるということで、すごくあの結構種類が多いというのが特徴です。で、まあ、がんの分類いろいろありますけども、これで見るとあのスキンキャンサーってあんまり皮膚がんってあまり多く書いてないんですけども、これはまあ欧米で主にも問題になるものを挙げられていて、で実際うちであの使うあの取り扱うものといったらこういった他のものも入ってきます。だから日本語にするとメラノーマとか有極細胞がん、基底細胞がん、この3つがまあ御三家みたいなものなんですけれども、それ以外に乳房外パジェット病、血管肉腫で、メルケル細胞がん、まあこれ有極細胞がんの一部に入れる場合もありますけど、皮膚付属器からの、悪性腫瘍、それからちょっとこの経路が少し変わりますけども、肉腫の一種で隆起性皮膚性肉腫、それから転移性の皮膚がんですね。だからあの皮膚に関しては、全身にあの人体に起きる悪性腫瘍のほとんどのものが皮膚に出てきてもおかしくないということになります。で、実際あの我が国での、あの患者さんの数を見てみると、この辺りからも急激に増えてきて、で死亡者も増えてきている、だから急激な増加傾向にあると推測されています。で、このよく立ちの悪いのはあの悪性黒色腫と言われているんですけども、実は悪性黒色腫の患者さんの死者の増加率よりも、それ以外の皮膚がんの増加、死者の増加率の方が激しいという、そういうデータが出てます。先ほどの大江先生も言われましたけども、目で見えてるはずなのに見つからない、気がつかないということで、ちょっとその辺が、まだまだ、認知度が低いところも原因の一つかと思います。で、まあ、あのもちろん皮膚がんっていうのはあの高齢の方に多いというのが特徴ですけれども、で若い方に出るというのは何かもともと何か、先天的なものを持ってたりという場合がほとんどです。で、今問題になっているのは、まあ、皮膚がんだけじゃなくて多くのがんで、2025年に、団塊の世代が、高齢者になって、高齢者人口が高い状態が続くと、だから この、でこの辺りはあのこの団塊の世代のお子さんの世代ですけれども、でこういった方々も、発がん年齢に入っていくということで、皮膚がん の発症数の急激な増加というのが今後も危惧されています。で、皮膚がんにあの全体的にどんな特徴があるかですけども、まあ、今言ったようにあの目で見えるはずなんですよね。患者さん自身が見える場合もありますし、周りの方が見える場合もありますし、で、あの内臓の悪性腫瘍とは、ちょっと病態が異なることも多いというのが、病態が異なることが多いのも一つの特徴です。だからあの普通のがん の常識が通じない場合もありますっていうのは、あの転移するものが必ずしも、固形の形で来ないとか、平べったい形で転移してしまったりとか、脳腫、袋状のもので転移してしまったりとかいうことで、
店員が気づかないとかそういう場合もあります。で、がんそのものが腫瘍を作らない場合もあります。で、我が国ではその後で言います日光発がんが少なくて皮膚がんが少ないということで希少がんに分類されると、ほとんどのものが希少がんに入ってしまいます。だからそういうこともあって、まあ、世界的にも特に日本では標準治療の確立がなかなか進まないというところがありますし、知識の普及が十分でないというところもあります。一番一般的ながんというのは有棘細胞がん、皮膚の有棘細胞、表皮の細胞から来るがんなんですけれども、これは割とがんらしい形をしてきます。で、最近増えているのはその紫外線誘発によるこの有棘細胞がん で、こういった顔面の皮膚、紫外線の当たる部位に多いですし、特にこういったこめかみに出やすいという特徴があります。で、男性に多い、これは屋外労働が多いとかそういったことも関係するかもしれないですけれども、で、抗線角化症っていう前駆症状が原因になるのですけれども、それのたくさん出てるからってそれが全部有棘細胞がんになるっていうわけじゃないし、1個2個でも有棘細胞がんになってしまったりと、まだまだ分からないところも多いです。それ以外にも慢性の炎症が続く場合、例えばお尻にこう粉瘤といいまして化合物を入れたちょっと臭い匂いのする出来物がよく体にできるんですけども、そういうものが背面にあって、炎症を繰り返しているという場合に有棘細胞がんが出ることが稀にあります。これ脳皮症というのもお尻に要するにニキビみたいなものを繰り返していって、それがどんどんひどくなっていくというような方でもこういった有棘細胞がんが出てしまうことがあります。でも一番多いのはやはりこの抗線性のもの、紫外線によるもので日光角化症っていって、これパッと見ても本当にかさぶたついてるだけとかこう湿疹によくそっくりに見えたりしますけれども、これ実は皮膚の中でがんが生じてきている状態です。だからこれを放っておくと全部じゃないですけれども一部の方で有棘細胞がんになってしまうという、でこの方もここに有棘細胞がん出てますけども、この周りに抗線角化症がいっぱい出ています。で、皮膚がんというのはその最初、特にその抗線角化症とかその有棘細胞があるいはメラノーマというのは表皮の中の細胞ががん化してきますので、最初はこの表皮の中で一番上の層の中で横へ横へと進む、そういう時期が早期がんの時期が長いというのが特徴です。だからその段階ですとここには血管もリンパ管も何もないので転移を起こさないので、この時期で見つけて治療できれば一番理想的なんですけど、なかなかそうはいかなくて浸潤してしまって、あるいはメルケル細胞なんかのように最初から下の方に出てくるというようながんもあります。で、もう一つの特徴として、さっきも言いましたけどこういうふうな腫瘤を作ってくるものもが多いんですけど、そうじゃなくて平べったいこう色だけのものとか、ビランだけのものとか、あるいはものによったらその色が抜けるだけのものと、すごく本当に一般的に考えるがんとはちょっと違う形のものが、あります。でも一般的に気がついていただきたい所見としては、形が異常、キノコ状だとか汚い潰瘍を伴っているとか、そういう、腫瘤の下にも皮膚の下にまた腫瘤を触れるとかで、急に大きくなってくる、2、3ヶ月で急に大きくなるとか、半年で徐々に、あるいはそこから急に大きくなるっていうのが特徴ですし、触ってみて硬いものも多いです。あるいは色調が均一じゃないとか、汚い物質がついたり、嫌な匂いがする、これ眼臭っていう特徴的な匂いがあって、その患者さん入ってこられた診察室に入ってこられただけで分かるっていう場合もありますけれども、ただこういった見かけが派手なのに意外と痛くないっていうのが特徴です。で、通常の治療、ステロイドを塗ったり、その湿疹の治療とか抗生物質の治療とかが効きにくいというのも特徴の一つです。やはりその一部にはその良性疾患にそっくりのものもあります。膀胱病とか乳房外パジェット病、後で言いますけど、さっき言った日光角化症、抗線角化症ですね。で、それから、先ほどちょっと話出ましたけども、皮膚のリンパ腫、そういったものは本当に湿疹病変とそっくりになってくる場合があって、なかなか見分けがつかないです。ただ通常の治療で治らない場合というのはやっぱり専門医にすぐ見せていただいた方がいいと思います。
これちょっと省略しましょう。でこれはあのリンパ腫ですけれども、本当にパッと見最初は本当に湿疹にしか見えないんですよね。で進んでくるとこういうふうにあの腫瘤を作ってきますけど、でまああの経過がすごく長いっていうのが特徴なので、まあ途中で気がついていただければと思いますけども、で実際皮膚がんの患者さんがあの受診される動機というのを考えてみると、まあ、今言ったような自覚症状とか多覚症状が出た場合で、意外と多いのがこのメディアを見て、ニュースだとか、ワイドショーですね、特にあの有名人ががんになったとか、そういう時にはバッと患者さんが増えます。だからそのマスコミの力ってすごく多いんです、大きいんですけども、でこういうのを見て、あそれで身近な人が気がついてっていうことが非常に多いです。だからあのやはり、ご家族あるいは身近にいる方の皮膚症状なんかおかしいものがあれば、あの受診を進めるということ進めていただくということが大事かと思います。で、まあ、治療としてはやはりあの表在性表にあるものですので、外科的治療が第一になります。でただこれがあまりにも変調されたために他の治療がなかなか進んでこなかったということがありますけども、まあ、抗がん剤の治療とかそれ以外の薬物療法で、最近はこの免疫療法とか分子標的療法が徐々に開発されてきています。で放射線療法ですけれども、これもあの機械とか照射法の進歩によって、以前では効かないと言われたメラノーマ、悪性黒色の腫なんかでも効くようになってきてますので、非常にあの大事な治療になってきています。まあ、それ以外の冷凍療法とかっていうのもありますけれども、だから表からアプローチできるので、意外と治療しやすい場合が多いということがあります。で手術の場合にはあの現在ではその、ガイドラインっていうのに沿って、切除範囲というのが決まってきて、だいたい世界的にも標準的に統一されつつあります。でまだがんの種類によってはこういうのがまだできてないものもありますけれども、有極細胞がんとか悪性黒色腫っていうのはもうだいたい世界的に同じような標準で治療するようになってきてます。でじゃあ高齢の方の治療をどうするかっていうことなんですね。これ105歳の方の有極細胞がすごく大きなものが出てます。まあ、あの軽い認知症はありますけど元気な方ですけども、ちょっと手術は怖いということで最初放射線を当てて、まあ、小さくなって、ほぼ小さくなって治りかけたんですけども、半年ぐらいしてからちょっと出てきたということで、まあ、この時点で、まあ、これ小さいですし、あの標材性なんで簡単な手術で取っちゃえるということで局所麻酔で、あ、ごめんなさい、局所麻酔で取ってしまいました。これ取ったところですけれども、で人工神秘というあのシリコンシートにコラーゲンがコーティングされたものを置いて圧迫しておくと、そこにまた皮が張ってきて、あの食氷せずにこの方は治すことができました。でこういったようにあの高齢の方でもあの置いておくとやはりクオリティオブライフが落ちてしまいますので、まあ、ご相談いただければかなり高齢あるいはその合併症があるっていう場合でもあの手術に持っていけるっていうのが皮膚がんの特徴の一つかなと思います。で、まあ、こういった有極細胞がんとか皮膚がんの原因としては今言ったような慢性の刺激とか炎症、それ以外にウイルスで紫外線ですね、で放射線、まあ、放射線も紫外線、あの紫外線も放射線の一種ですけれども、例えばその斑痕がある、まあ、斑痕に炎症が続くっていうことが一つの原因にもなります。で前駆病変あるいはそのがんを生じやすい遺伝性のものとかそういったものですね。でまあ一番あの海外で問題になるのは日本でも問題になってきているのはやはり紫外線で、紫外線で起きるものの主なものとしては有極細胞がんで、それ以外に基底細胞がん、悪性黒色腫の一部、それからメルケル細胞がんの一部、こういったものが挙げられます。で、まあ、あの治療としてはさっきも言いましたように外科的治療が第一になりますけども、それ以外の治療も最近急速に発達してきています。例えばその有極細胞がんなんですけれども、あの初期のもの原発のとこだけとかリンパ節転移に関しては、従来の抗がん剤がすごくよく効くんですけども、遠隔転移を起こすと途端に効かなくなってしまう。で、ここにもう限界があるんですね。で、まあ、あのネオアジュバントっていって手術の前に使って小さくしておくとかそういうような治療もできますけども、進行しちゃうとなかなか手がなかったっていうことです。で、それがあの最近の免疫チェックポイント阻害薬 PD-1 抗体の
進歩によって SCC この有核細胞がんでも効くということが証明されて、このセンピリマブというのはもうアメリカで保険通ってます。でもう一つペンブロリズマブという PD-1 抗体もアメリカで保険通りました。だからメラノーマで開発された薬なんですけど、有核細胞がんにも効果が出るということが証明されています。ただ日本ではまだ健康保険で使えないと。で、まあ、治験もなかなか進んでいない。センピリマブに関しては手術と放射線の後に使うという治験を今うちも参加してやってますけれども、まだまだちょっと一般的に保険適用になるのはまだ先かと思いますけども、でただ最近ちょっと別の道筋が出てきて、薬剤そのものの疾患と1対1の対応というわけじゃなくて、遺伝子レベルで MSI というのと TMB というのを見て、それが高ければ保険適用できる、保険で使えるというような道筋ができました。で MSI というのは、まあ、ちょっと省略しますけども、DNA の、マイクロサテライトというところの異常がどんどん増幅していくという、そういう状態ですけれども、ただこれは割と簡単に検査できるんですけども、残念なことに皮膚がんではほとんど陽性にならないです。でこの皮膚がん全体見て、まあ、数少ないですけども陽性量ほとんどないと。で熊本大学が調べたのでも、やはり MSI っていうのはなるのは本当にすごく少ないと、まあ、ゼロではないですけども、ただその皮膚がんのうちでもこの流気性皮膚性肉腫に関しては15% ぐらい陽性が出るっていうことで、まあ、若干マシかもしれないっていうようなデータも出てますけど、なかなか期待しにくいところです。だからもう一方 その TMB っていうのは、まあ、ゲノムに遺伝子に傷がたまっていって、雑多な遺伝子の変異、遺伝子の傷が増えていく状態、それを、ティモアミューテーションバーデンというのが高いと言われますけども、それが高い方が多い方が悪性度が高い、悪性度が高いんだけども、実はそれは免疫療法がすごく効きやすいということが証明されています。でこういろんながん種で見ていくと、従来悪性黒色腫が一番高いと言われてたんですけど、実は皮膚 の有極細胞がんとか基底細胞がんというのが非常に高いということで、こういったものが免疫療法を使えるということの、これ根拠の一つになっています。ただで現在ではその遺伝子パネルですね、ちょっと高い検査ですけど、時間もかかってお金もかかっちゃう検査で、それでないと TMB を見れないんですけども、そういったものをやって TMB が10メガベースっていう単位以上になれば、保険でこのペンブロリズマブを使うという、そういうふうな道筋も出てきています。で、まあ、皮膚がんに関してはそのいろんな色のものがありますけども、黒いものが意外と悪いと思われがちなんですけども、これは乳房外パジェット用ですけど、これ白斑だけでこの状態でも転移も起こしているという状態で、必ずしも色に関係はないです。ただまあ黒いものはやはり悪性黒色腫というものがあって、そのすごく用語が悪いので、悪いという一般的な認識もありますけれど、でもう一つ有極基底細胞がんというのも日本人では黒くなります。これは転移は起こさないですけども、局所を破壊していく性質が強いので、ちゃんと治療する必要があります。でただその有色人種の場合、良性のものでも黒くなることが多くて、こんな老人性のイボなんかでも黒くなっちゃうので、色が黒いということが必ずしも悪性にはつながらないです。ただ要するにこういったメラノーマなんかと区別する必要があるっていうので、診断、その黒いものの診断っていうのが重要になってきます。でメラノーマ、一般的にこの4つの病気がありますけど、アジア人にはこの末端黒視型っていう手足あるいは爪に出るタイプが一番多くて、これは紫外線あんまり関係しなくて、白人にはこの表材拡大型ベタッとイボみたいに広がってくるようなタイプが多くて、これはある程度紫外線が関係します。じゃあ日本人なんで足の裏に多いかっていうことですけども、これ信州大学が統計取ったんですけども、荷重部にやっぱり出てるということで、慢性の荷重が原因になっているということが分かってきました。では爪に関してはちょっと何で出るかというのはまだまだ分からないんですけども、紫外線が関係する場合もあるということも最近言われてますけれども、ただやはり爪にこういうふうな線が入ってきて、それが広がってきたり濃くなってきたり何本も出てきたりというときは要注意です。で、まあ、一般的に見つける方法としてはこの ABCD ルールというのがあります。で、まあ、左右非対称とか
ギザギザ、変異がギザギザしてるとか、色が多彩だとか、大きさが5ミリを超える、6ミリを超える、そういったことが特徴の一つ、特徴で、こういうのが合わさるほど、メラノーマ、悪性黒色症を疑わなければならないとされています。まあ、そういうのだけでは分かりにくいので、最近はそのダーモスコピー検査っていうのを使って、この色のパターンの分析とかで、診断をつけるようになってきています。もうこれ最近はその色をついた腫瘍だけじゃなくて、血管のパターンなんかでも診断するっていうふうなことも、試みられています。メラノーマの場合、皮膚だけじゃなくて粘膜、特にアジア人粘膜に多いんですけれども、粘膜に出たり、これはアジア人には少ないですけど白人に多くて眼球に出たり、特にブドウ膜に出ることがありますので、これは非常に予後が悪くて、今出てる治療が効きにくい、本当に難儀する病態ですけども、そういったものもあります。だからやはり白人で紫外線のによるものっていうのが非常に多くて、オーストラリアとかニュージーランドが一番多いんですけれども、で数としてはやはりアメリカ人口多いのですごく多いです。で日本ではその大体10万人あたり2人程度って言われてますけども、やはり徐々に増えてきて、まあ、かなり増えてきてます。でまあ、有色人種の場合、メラニンが紫外線を反射してしまうので、紫外線発がんが起きにくいということで、メラノーマの患者数が白人ほど多くないという特徴はありますけれども、やはり出てしまうと転移非常に起こしやすいということで、特に脳転移が多いということが非常に問題になります。ただ現在、その2014年からこの分子標的療法と免疫療法、PD-1 とかをですね、オプジーバなんかとする免疫療法とか分子標的療法というのが開発されて、急激に、治療効果が改善しています、良くなっています。ただまだまだっていうところはありますけれども、でそれ以外にメルケル細胞がんといって、これ、まあ、ちょっと特徴のないのが特徴みたいながんなんですけれども、神経内分泌腫瘍の一つですけれども、こういったものも私が医者になった頃はほとんど見ることなかったんですけど、最近うちなんかだと年何例も来ます。で、まあ、特徴のないのが特徴で、IAEO っていうこういうのがあって、まあ、無症状とか急激に大きくなるとか、免疫抑制かかっている人に起きやすいとか、まあ、高齢者に多いで、日光暴露によるものも多いって、そういった特徴があります。でもう一つ血管肉腫、これも本当に稀だったものが徐々に増えてきています。頭に死斑の形で出るんでなかなか見つけにくいんですけれども、肺転移を起こして、それが塊じゃなくて空洞を作ってくるのでなかなか見つけにくいし、それが破れて気胸を起こしてしまう、空気漏れを起こしてしまうというようなことがあって、まあ抗がん剤と放射線治療でやりますけれども、転移に対してなかなか有効な治療がまだなくて、困っているような腫瘍です。で、こういったものがあって、本当に皮膚がんってすごく多彩なんですけれども、そういったものに対してうちは、いろいろ臨床研究とかしていって、まあ、そういうのを、診断できる、治療できる人の人材抑制というのも含めて、関西の拠点として、頑張っていっていると自負しております。で今後も患者さんご紹介いただければ、適切に対応していきたいと思っております。はい、どうもご清聴ありがとうございました。はい、伊勢先生ありがとうございました。非常に広範な領域といいましょうか、診断から遺伝子異常、最近の治療までですね、治療方針もいろいろ増えておりまして、成績も上がっているんじゃないかと思いますので、非常に期待が持てるところでありますが、やはり受診していただかないと始まらないということで、まあ、そこら辺今日ご視聴いただいている皆様もですね、伊勢先生がメディアを見て本人かあるいは周りの方がのご推薦で皮膚科を受診しているということをおっしゃってましたけども、皆様もですね、皮膚病変を、まあ、ちょっと異常なのを見つけたらですね、ぜひ皮膚科を受診していただくようにしていただきたいと思います。先生どうも本日ありがとうございました。それではですね、当協会のホームページで皆様にご質問を募集したところ、いくつかのご質問がありましたので、本日いらっしゃってますお三人のですね、
専門家の皆様に答えていただきたいと思います。なおですね、すべての質問に、答えていただくわけには少しいきませんので、少し割愛したものもありますのでご容赦ください。よろしくお願いいたします。それでは質問1です。よろしくお願いします。はい、質問1です。メラノーマの多発性脳転移の治療法として免疫チェックポイントの阻害薬を短剤で使うなら、オブジーボ、キートルルーダ、ヤーボイのうちどれがいいでしょうか、という質問です。はい、どうぞお願いします。今一番いいとされているのはオブジーボとヤーボイの併用なんですけれども、エビデンスがあるのはそれなんですけども、おそらくそれが副作用が怖いということで短剤っていうのを聞かれてるんだろうと思います。で、短剤の場合ヤーバイ短剤っていうのは副作用の割に、効果が低いとされてますので、どちらかというとオブジーボか、キートルーダかどちらかを使うということになるかと思います。ただそのやはり短剤の方が併用よりも脳転移に対してはちょっと効果が落ちるっていうふうなデータはあります。ただ副作用とかそういうことを考えて、もちろんその薬剤だけじゃなくて放射線治療も併用してっていう場合が多いので、放射線との相乗作用っていうのも考えてオプジボかキートルーダを使われるっていうことになるかと思います。で、その2つに関してはもう効果も副作用もほとんど差はないとされてますので、投与間隔が3週間ごととか2週間ごととか違いますので、そのいった点を考慮してどちらかに決められたらいいかなと思います。はい、よろしいでしょうか。伊勢先生どうもありがとうございました。それでは次の質問に参ります。よろしくお願いします。以前帯状疱疹の治療を受けている際に胸のほくろを、見てもらい皮膚がんを見つけていただきました。すぐに手術になり現在も元気だそうですが、皮膚がんの症状はあるのでしょうか、症状があってからでは遅いのでしょうか、という質問です。これは大江先生ですか。はい、よろしくお願いします。はい、先ほどの、伊勢先生のご講演にもありました通り、皮膚の症状としては多彩だと思います。皮膚がんというぐらいですので、皮膚に見える症状が出てこないとなかなか気づかないかなと思いますが、おそらくご質問の皮膚に症状が出てからというのは自覚症状が出てからという意味かと思いますけれども、自覚症状が、先ほどもありました自覚症状がないことも多いですので、自覚症状がないから良性とかそういったことはないので、何か気になる病変があれば早めに受診いただければと思います。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは次に参りたいと思いますけども、よろしくお願いします。皮膚がんの予防法はあるのでしょうか、長年テニスをしていて紫外線予防をしていなかったのですが、やはりがんになりやすいのでしょうか。小沢先生よろしくお願いします。皮膚がんを確実に予防する方法というのはまだないとは思いますが、先ほどの講演にもありましたけれども、紫外線というのは原因の一つになります。で、今からでも皮膚がんというのは遺伝子の異常の積み重ねになるので、1回の遺伝子異常で1箇所の遺伝子異常でがんになることというのはないですから、これから紫外線の予防で日焼け止めをしっかりされるのはいいと思います。あとはやっぱり免疫力が下がってしまうとそのがんを抑えられなくなる傾向にありますから、できるだけ規則正しい生活でストレスのない生活を送っていただければと思います。はい、小沢先生ありがとうございました。それでは最後の質問になります。お願いします。最近顔に黒いほくろができました。がんかどうか心配です。ダーモスコピーというものがあるようですが、簡単にがんかどうかは発見できるのでしょうか、という質問です。はい、最終的には
それをものを取って病理組織を見て細胞の形を見てっていうことになるんですけれども、ダーモスコピーすごく発達してきて、ダーモスコピーだけで判断がつく場合も増えてきてます。でもう今 AI の導入が研究されてて、将来的にはもう AI でほとんど診断がつくようになるんじゃないかと言われてますけれども、それぐらいパターン化して判断していけるって、そういうものなので、ぜひダーモスコピーをちゃんと見てもらうように皮膚科の専門医を受診されることをお勧めします。だからかなりの率で判断はできると思います。はい、伊勢先生どうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。これで、質問をコーナーを終わりたいと思います。はい、どうも皆さんお疲れ様でした。やはりこの分野はですね、やはり画像の持つ力というのは大きくて、先ほども申し上げましたけども、受診動機としてメディアを見てというのがありましたけどもですね、例えばメラノーマというのはどういうものかということ、悪性黒色腫ですけども、我々の世代としては巨人の星の皆さんなんですけど、爪のメラノーマというのはですね、子供心に見てですね、もう印象がすごく強くて、それがもうピシッと未だに頭の中に入ってきているということもありましてですね、この前伊勢先生がおっしゃってたと思うんですけども、まあ、なんか水泳の選手ですかね、オリンピックかなんか、その選手がですね、水泳でこのテレビに出てきたときにですね、皮膚科のドクターが皮膚病変はおかしいということで、それでその連絡を取って病院に行っていただいたら皮膚がんだったというようなこともあるみたいなので、本日もですね、たくさんのスライドが出たと思いますけども、まあ、ぜひですね、それをまあ参考にしていただいてですね、専門家が見たらすぐ分かりますので、ぜひ皆さんも参考にして皮膚科受診していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。それではですね、次回のアナウンスをさせていただきますけども、次回はですね、来年の2月21日の火曜日です。テーマは新しいがんドック、がんの経験者に対する人間ドックというテーマになっております。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。